皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、視聴者の方からいただいた質問にお答えをしたいなと思います。質問です。腕を太くするには三頭筋の種目だけでなく二頭筋の種目もやった方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。腕の種目はディップス、ダンベル、オーバーヘッドエクステンションだけしかやっていませんということで、じゃあ腕を太くするために二頭筋のトレーニングもやった方がいいのかということにお答えをしていきたいと思います。まあ、結論から言うと二頭筋のトレーニングもしっかりやった方が腕は太くなります。腕の筋肉二頭筋と三頭筋とありますので、もちろん両方鍛えた方が効率よく腕は太くなりますので、ぜひぜひ二頭筋も鍛えていただければなと思います。おすすめの種目としては、確かこの質問者さん自宅のトレーニングでダンベルとアジャスタブルベンチはあったのかな、そんな感じだったと思うので、まあ、その設備でできるトレーニングでいきますと、インクラインカール、ハンマーカール、コンセントレーションカールですね。この3種目を中心にやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、三頭筋の種目でリップスとオーバーヘッドエクステンションというふうにおっしゃってましたけども、まあ、この2種目で十分三頭筋鍛えられると思いますので、これはぜひね続けていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけども、この2種目でちょっと物足りないなと思った時なんかは、ダンベルのライングトライセプスエクステンションをやっていただくと、よりですね三頭筋への負荷も増えますので、ぜひぜひ検討してみてください。今回は腕トレに関する質問にお答えをさせていただきました。他にもですね、何か聞きたいことがあればコメント欄に遠慮なく書き込んでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。